年末ムービーニュース。本日はこれです。赤だけ大きい300ミリの日本信号のセパレート、陶器の徹底調査です。一部はもうすぐ入札案件すると思います。でも頑張ってほしいです。それでは、早速移りましょう。現場にいるマリサさん。はい、聞こえてます。現在佐野のアウトレット付近にいます。ここの信号機は赤だけ300ミリとなってます。赤だけ300ミリのセパレート陶器は、栃木県しか見れません。栃木県以外では見れません。例えば、群馬県は赤だけ300ミリの信号機とありますが、セパレート陶器の300ミリは見れません。それでは、次の場所に行きましょう。次の場所は、栃木市大平町の東部、日光線付近にある交差点です。こちらもセパレート陶器に赤だけ300ミリが使われております。栃木県では唯一です。次の場所へ行きましょう。次は、栃木市大平町から、北へ十数キロ離れてる、津田町に参りました。こちらもセパレート陶器に赤だけ300ミリが使われてますね。そして時差式信号ですので、この信号機の青が延長しますね。逆に対向車側は赤になります。はい、次の場所へ行きましょう。また戻ってきましたよ。また栃木市大平町にある、押しボタン式信号です。こちらもセパレート陶器に赤だけ300ミリですね。余談ですけど、赤だけ300ミリ赤だけ300ミリ通るさくてすみませんね。動画を見ている皆さん、はい次へ。ここの交差点でラストです。ここは、佐野市の東武佐野線の堀米駅、入口交差点となります。こちらももちろん赤だけ300ミリを採用してますね。皆さん、栃木県内はこのような信号機があるのです。ぜひ栃木県に来てみてくださいませ。マリサさん、ありがとうございます。皆様いかがでしたでしょうか。栃木県にお住みの皆さん、もしくは視聴者さんの皆さん、ぜひあのような信号機を探索してみてください。それではニュースを終了します。